NHK 大河ドラマ麒麟が来るで有名になり、舞台となった京都や滋賀には明智光秀のゆかりの地が数多くある。中でも現在では南丹市となっている京保国は光秀が隠したとされる財宝伝説が伝わっている。そのような話が伝わったいきさつを述べる。本能寺の変が起こったのは1583年天正10年6月2日の夜明け前、わずかの友と共に宿泊していた織田信長に対して明智光秀は1万3000の兵をもって取り囲んだ。指物信長も手の打ちようがなく寺に火を放って自害した。この時羽柴秀吉は備中高松城を水攻めにしていたが、毛利勢と直ちに和睦して13日山崎で明智軍を破る。光秀は近江坂本城を目指して落ち延びたが、途中小栗栖の参道で土民に竹槍で襲われ、54歳で生涯を閉じた。坂本城を預かっていた家臣のみ晴長は明智の天下が11日で終わり、道家の滅亡が必至であることを悟ると、城内にあった軍用金と財宝を持ち出して小舟に積み、琵琶湖の沖へこぎ出して湖底深くに沈めてしまった。それは財宝を敵方に渡るのを惜しんだことであって、他の伝説に見られるような主家再興というわけではなかったようである。なお光秀の史上亀山城にも軍用金が埋蔵されたと言われるが、本能寺を攻めた明智軍の多くが亀山兵と言われるので、ここにも大した額は残ってないだろう。以上が一般に伝えられている明智の埋蔵金伝説だが、これとは由来の異なる伝説が他にあって、その探索も実際に行われている。その話は埋蔵金発掘の第一人者畠山清行氏からである。1978年昭和53年探索者の間では明智光秀五宝九民の宝と言われる宝で、伝承によると小栗栖で殺されたのは影武者で、光秀は比叡山に逃げて僧になり南弘法展開として活躍したらしい。畠中氏は五宝九民の宝は初めて聞く言葉だったので行った人に詳しくと言いただした。その前年の1977年昭和52年畠山氏はある人物から明智光秀の宝に関する文書を2種類見せてもらった。一通は埋蔵の由来などを書き綴った半紙5枚ほどの記録で、もう一通は埋蔵場所を示すと思われる歌のような謎の文だった。畠山氏が驚いたのは、その3年前別の人物から全く同じ内容の話を聞かされ、相談を受けていたからである。その人物とは先祖が仙台藩の能楽師だったという脇田氏で、かつて明智の子孫が秋田と名乗っていたことを知っていたので尋ねると、私も明智光秀の子孫ですという答えが返ってきた。道家には江戸時代の中期に天井裏から発見された文書が伝えられていたのである。その中にはまず光秀が信長に背くに至る経緯が記されていた。信長は狂僚で性格は残忍、感情の起伏が激しく、一旦気に入らない家来には徹底的にいじめ抜くものであった。彼が天下人になったのもそのような激しい性格もあったが、最後にはそれが命取りになった。光秀に対しても初めはその能力と才能を高く評価して重用していたが、次第に教養や才智が妬ましくなり辛く当たり出した。光秀は戦乱の戦果を最小限にしようとしたが、信長は反対する者を根絶やしにするという方針だった。特に比叡山の焼き討ちで見せた残虐を信心深い光秀は許せなかった。しかし光秀の正義や心情は他の武将には通じず、期待していた細川、筒井、高山の協力は得られず敗れてしまった。
話は遡るが、本能寺の変後、坂本城にいた家臣、新次作兵衛、常置は、光秀から、城にある、軍用金を京都に運ぶことを、命じられた。十数頭の牛の背に積んで、十数人の家臣と共に、坂本を後にした。やせや、宝ヶ池の感動を抜けて、略北区に入ったとき、山崎での明智軍の大敗を知った。このまま、京都に軍用金を運んでも、秀吉軍に押収されることは目に見えている。坂本も、敵の攻撃を受けているだろうから、持って帰ることもできない。そこで、来た道を引き返し、痩せからは、西の大原、倉間と参道を進んで、現南端市、京北町の周山に、たどり着いた。そこの明智ゆかりの寺に運び込むと、神事は部下5名を残して、他の者には金を渡して落ち延びさせた。部下には軍用金を時間をかけてある場所に埋蔵させた。ところが埋蔵後、寺で慰労の酒宴を開いていると、落ち延びたはずの武士たちが軍用金目当てに信氏の一団を引き連れて襲撃してきた。5名の部下は寺の僧と共に応戦したが、他人数を相手に全員打ち果たされてしまう。埋蔵金のありかは襲った彼らには分からずじまいであった。この時新実根沖は坂本城に偵察に出て無事だった。このあと新次は明智家の再興を望み埋蔵金を軍費として考えていたが、やがてその望みもなくなった。1616年、元和2年、ある人物の命令で2箇所のうち1箇所分を掘り出して明智家のために使い、もう一つは御宝休民のために再埋蔵した。その文書の最後には、元和7年3月吉日、新次、作兵衛、常置を署名があった。以上が秋田家の伝わる文書だが、現物は関東大震災で消失してしまい、本物は当主も見ていない。畠山氏が新氏の作成した埋蔵金の文書を目にしたのは1976年昭和51年で、宮城県の職員だった伊藤忠という人物からであった。妻の父の遺品からそれを見つけ保管していたのだ。畠山氏は埋蔵後新氏だけが残って他の者が切られて死んだのはあまりにも不自然で、統率者が一人で坂本に偵察に出かけるのはおかしいから、これは作り話であろうと考えた。秘密を守るために埋蔵した者たちに毒を盛ったのであろうと考えた。新実根沖は光秀の旗本にいたので、実在の人物であろう。さて、新次氏の文書を見せた伊藤氏は、関西に出張に来るたびに大津や坂本、京北町を回っていた。そのうち京北町の周山に次元寺という寺があることを突き止めた。軍用金が運び込まれたのはこの寺に違いないと思った。問題は次の文書である。身をも名も押し真似はこそ松の見取り色濃き弥生空口名は頭の影を踏む岩戸仁の空の下に小金300、白金千貫というもので、伊藤氏が畠山氏に相談を持ちかけたのも、この謎文をどう解釈したらいいかわからなかったからである。畠山氏は最後にあった、この宝は苦行によって開かる、の苦行が休業を表すものと考えた。そこで休業になっていた文を8行に直す。すると、押し真似派こそのこそを松の上に、こそ松という言葉になり、こそ松とは何かが問題になった。すると寺にかつて古い松があったことが分かり、今にも枯れそうな枯草の松と呼ばれた松があったことが分かったのである。さらに伊藤氏は歌の謎文の冒頭の部分は光秀が本能寺を攻める前に読んだという、世の中の人は何とも、いわば家、なおも押しまじ、身をも押しまじ、の歌から取ったもので、これは、
光秀の財宝の隠し場所を示唆しており、こぞ松の緑い六国弥生空は三月を示し、岩戸の下根は布団を敷いたような大きな岩で、その下に黄金三百貫銀千貫が隠されていると解釈していた。どうにもわからないのが、口名は頭の影を踏むである。その時畑中氏はふと思いついたことを口にした。口名派の和を和と読んだらどうだろうか。口縄とは蛇のことだから、蛇の頭と解して、蛇は身の国で、9時から11時埋めたのは弥生の3月3日に小園松の影の先端か。畑中氏は軍学者光秀の埋蔵金にしてはあまりにも稚拙すぎると思ったが、なるほど、きっとそうです。松の影を刺す布団を敷いた岩があり、宝はその下か。そう言って何度も頭を下げ喜ぶ伊藤氏に、畑中氏は、いやいや、違うと思う。こんな子供騙しが埋蔵金の世界で使われているはずがないですよ、と言ったが、伊藤氏は信じ込んだようだ。それなら試しにやってごらん。ただし3月は旧暦だからね、と助言した。わかりました、結果は必ず報告します、と言ったが、あれから数年経つが、まだ何の連絡も来ないそうである。しかし著者の八重の氏は、財宝を隠したのは真実目置きだから、彼も軍学者だったから、もっと高度な謎解きを残したかもしれません。簡単にわかる程度のものならば、ひょっとして伊藤氏は財宝を発見しているかもしれませんよ、と畠山氏に言った。いずれにしても、小園松があった場所を知っている人も、次元寺にいるのか、真相は未だ闇である。もし、金塊を探そうとする挑戦者がいたら、次のことを助言したい。単独では決していかない。山岳保険に入っておく。夏でも冬山の装備で行く。日常から体を鍛えておく。事前に役場や観光協会に電話を入れ、最新の情報を入れておく。場合よっては様々な事情で入山できないこともある。それでも行かれる場合は自己責任でお願いします。ついに見つけた。今日がその日だ。この YouTube をご視聴いただいた方に幸運が訪れますように。